も、キング&プリンスです。キーマイコです。キング&プリンスの新曲、We Are Young が、20時から YouTube エディットで流れるということで、私の推し、岸優太くん主演の、スキスキワンワンの主題歌なんだよね。もう絶対センターやん。しかもあのしっとりとしたさ、楽曲、絶対感動すると思うんだよね。やばそう。やばい。始まる。怖い。やばい。間に合う？危ないじゃん。あと1分じゃん。ああ、ドキドキがやばいって言ってる人いる？一緒の感情。来るよ、来るよ。みんな。本当にドキドキする。岸くんのセンター見れるんだよ。いや、もう想像がつかん。来るよ。え？どう？来てる？まだかい？あ、来た！10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。え？誰？え？音鳴ってる？これ。あ、鳴ったわ。あ、何？砂浜？ちょっと衣装とかも大人っぽいね。え、てかこれどういうシチュエーション？なんか儚げだね。え、なになに、この学生服の子。岸くんのパートやっぱ多いね。多めかも。踊ってる。え、なんか表情みんな儚げ、切ない表情してる。あれ？公園でダンスしてる子いけ。これさっきのこと違う？もう鼻きれい、レン君。え、でこの学生服の子って何なの？あ、合流した。え、え、これ何、キンプリちゃんってことじゃないよね。なんかみんなの歌声めっちゃいい。うん。キングとプリンスってこと？あ、一人で練習してる。え？え？え、翔くんってこと？あ、違うか。え、これって、誕生花とかではない？あ、これに合流したんだけど、キンプリちゃんやん。あ、楽しそう。いや、なんかこの5人のユニゾンめっちゃいいよね。あ、岸くん。大人、渋い。え、レン君誰抱いてんの？ジンくんが微笑んで歌ってくれてる。え、なんか青春って感じだね。え、待って待って待って、これってもしかしてやっぱり面から、面からになってる。これ少年たちセンター紫だもん。わあ、夕日、青春じゃん。ジャーンプ。めっちゃ、わあ、なんか夕日、西日、何？めっちゃみんな笑ってる。あ、終わっちゃった。え、待って待って待って、なんかめっちゃいい曲っていう感じ感じたんだけど、もう私一回じゃもう全部取り込めない。ちょっと曲をちゃんと聴こう。もう途中さ、岸くんのフェイクみたいなの聞こえなかった？ちょっともうそこも再度確認ですわ。これ本当さ、最初さ、普通に私に音量上げてないのかと思ったけど、おとなしなんだね。いや、このシチュエーションちょっとまだ把握しきれてないけど、撮影機材みたいな感じ？綺麗な声。岸くんのパートやっぱちょっと長めだよね。嬉しい。なんかこの5人のさ、ユニゾンめちゃめちゃ良くない？
2回目に言ったの。こういうバラードみたいなのもすごい聞ける。え、待って、選んだ道がきっと君の背中を押すよって、やばくないこの歌詞。え、なんか今のキンプリが歌っちゃダメじゃないこれ。ダメじゃないじゃなくて、いやもうダメじゃないだけど、これキンプリちゃんに歌われたら泣くよ。いや、君の背中っていうか、あなたたちの背中も押すでしょ、この曲ね。You are young ってそういう意味か。あ、翔くんも一緒に歌ってるんだ、フェイク。やばい、これ。迷った時は険しい道。今日よりも若い日は来ないからってさ、今から新しい何かに挑戦しようとする人たちへの応援ソングっていう感じ。だね。まあでも彼らにも全く同じことが言えるじゃん。正直この MV のエディットだからさ、シチュエーションがまだはっきり明確にわからないんだけど、これ前編通してみたらね、より深くね伝わってくると思うんだけど、なんか私の中ではあの少年たち、5人の少年たちがさりげなく面からになっていたような気もして、5人を表してて、若い時からまたダンスっていうところも含めて、若い時からみんなで頑張ってきたみたいな青春的な部分と、これからまた新しい旅立ちを各々していくみたいな、なんか本当に普通に最初はさ、好き好きワンワンのドラマに、まあ、ドラマもさ、コタくんがこうどん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 成長していくっていう感じの内容っぽいから、まあ、そこにもリンクしてるんだろうけど、キング&プリンスにものすごい重ね合わせられる部分が多くて、グッときちゃう。またなんかみんなの声がいいよ。切ない、儚い。けどなんかどっか希望に満ち溢れてるような。ほんともう最初の方みんなちょっと切ない顔してるのに、終盤でジンくんがさ、ちょっと微笑みながら歌ってるところ、すごくなんか印象的に残ったし、まあ本当に一番最後だよね。5人が並んで、切なく歌ってた彼らが、西日？何？夕焼け？浴びながら？みんながニコニコしてるあの顔がさ、なんかもうほんと、なんかね、よかった。めっちゃいい曲じゃん。めっちゃいい曲。なんかもう、なんかさ、みんなの歌声マッチしててすごいいいしさ、もっと聴きたい。もっといろんな曲で聴きたいよ。いや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 、ダメダメダメ。すぐ後ろ向きな考え方しちゃうから、もうごめんなさい、なんでもない。あ、なんかほんと、ほんともったいない。いや、もったいないとか言っちゃいけない。もっと、なんかもっと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 、ほんとにこれが5人で出す最後のシングルになるんだとしたら、めちゃくちゃこの曲で本当に合ってるって思っちゃう。いい曲だよ。歌詞もさ、すごくいい。本当にそうだよなって思う。これどの年齢の人にも言えることだよなって思う。今の自分が一番若いから、その時できることを全力でやりたい、やれる方がいいってやっぱ思うね。歌詞もしっかり、もう手元に CD が届いたら歌詞もしっかり全部通してみたいなって思う。玉置浩二さんが作られてるんだよね。ありがとうございます。ちょっとね、切ない感じも私は感じ取っちゃったけれども、これから前に進んでいくキング&プリンスもティアラにも背中を押してくれる曲だと思いました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも全力でキング&プリンスを応援していきましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Face in your face.